はい、どうもこんばんは、グミです。前回の続きからですね、ドラゴンボールカカロットパート23ですね、やっていきたいと思います。へえ、出場するんだ、今度の天下一武道会。天下一武道会ではヘルメットとかプロテクターなどの装備はつけてちゃダメらしいんですよ、うん、だからこのヘルメットの代わりになるものが何かないかなと思いまして。何やっけな、サングラス、うん、要するにダメージをうんと減らしちゃうようなものをつけてちゃダメってことね。なってことないじゃない、ご飯くんだってバレなきゃいいんでしょ。バンダナ、何やっけ、バンダナとゼラスやんな。おお、なるほどこんな簡単なことでよかったんだ。でもさ、どんなに手を抜いてもぶっちぎりで優勝するのが分かってちゃつまんないわよね。そいつはどうかな。あんたも出るんか。そのなんとかって大会、貴様が出るなら俺も出る。え、あの時は大きな力の差があった。ベジータなんか言ってやれや、この服装。今はどうかな。貴様が平和に浮かれている間も俺はトレーニングを続けていた。あ、そう、全然働かないのよこの人。あんたのお父さんと一緒、サイヤ人って働かないのかしら。すごいや、お父さんとご飯さんが戦うの。俺も出るぞ。どうやって。 お父さん、お父さんの声だ。お父さん、そうでしょ、カカロット。そうだ、久しぶりだな、みんな。今あの世から海王様通して話してんだけど、ちゃんと聞こえてるみたいだろ。なんか懐かしいな。お元気でしたか、お父さん。お、あ、まあ元気といや元気だったかな。死んでるけど。本当に本当に天下一武道会に来られるんですか。うん、占いババに頼んでたった一日だけ戻れる日はその日にする。ご飯もベジータも出んだろ。ほらも出るさ。いやー嬉しい。やったー。誰、バターイ。聞こえ、楽しみにしているぞ。どこまでが誰が聞こえてんの。覚悟しておけ、俺は随分腕を上げた。ほらもだベジータ。じゃあみんな、天下一武道会で会おうぜ。よかったわね、ごはんくん。早くお母さんやごてんくんやクリリンくんたちに伝えてあげなきゃ。はい、いいぞ、面白くなってきた。いやー、こっからまた暑いで。ベジータさんも正体がバレないようにこういうコスチュームを着なければ。着るか俺は別にバレても構わんじゃあ僕みんなに教えてきます。でもさ、ご飯がさ、はじめ息子として出たやんか。ほんでその時さ、あの悟空が主人公やったわけやん。やあ、こんにちは。ねえ、遊ぶ。また修行か。うわわ。とりあえずまあ戦うんやろうな。そう、ほんでさ、悟空が死んじゃってご飯が主人公になったやんか一瞬。とにかく追いつかないと。その時に結構意見がなんでご飯やねん的な感じでさ、結構意見があったわけ。そんな中でさ、セルゲームの時にご飯がさ覚醒したやん、一回ポツンってなって。それでよ、それで期待大になってこれは熱いぞってなったわけやのにさやのにさ、あの鳥山さんったらこういうことをしちゃうからさ、大したことなさそうだな。サイヤマンできてまたちょっと良くない意見が出たわけ。これどこにいたいの、どっち方面、これこっち行けへんの。こっちじゃなかったな。え、これ行けんの、どっから。これ出れへん。わ、出れへんわ。こ
こやろうな。そうで、まあ意見が分かれてプツンってなって、え、ご飯やばいかもみたいな、潜在能力やばいかもみたいになってから、これは熱いぞってなってさ、せっかく上がってたところでこの意味わからん、なんかグレたからさ、ご飯がまたそれでどうするよってなったんよ。そっからよね、そっからそのビーストとかアルティメットとかなんかそういろいろ出てきたやんか。って考えるとやっぱりご飯が一番強いんちゃうっていう話。悟空も強いで、ベジータも強いし、ピッコロも強いし。やけど、最終やっぱり、とにかく追いつかないと。強いんやけど、通常時が弱いよね。通常時がなんか勇敢さに欠ける。本気出したらやばそうやけどね。おう、やってるやん、もう。一人でいたら危ないだろう。大丈夫。恐竜も最初追いかけてきたけど、こっついたら伸びちゃったよ。こっついたら伸びちゃった。これじゃもうなんか物足りないよ。ねえ、ご飯さん、手合わせしてよ。あ、いいよ。え、あ、いきなり。なんか他人の子やったらなんか結構やれる気がするわ。パッパッとやってしまおうか。ごめんよ、トランクス。ちゃんと推しやねんけど、ご飯の次の推しなんやけど、割としっかり戦えるわ。一緒に修行しとったもんね、あのあれになるためのあの何っけ。あのポタラのあれね、フュージョン、フュージョン1号ってだってこの子らやろ。でしょ。攻撃キャンセルできへんのが辛いな。避けんの早いね。すばしっこいわ、ゴテンとトランクス。
はい、はい、オッケー。 A なんや。59万。さすがにゴハンさんは強いな。いやトランクスもかなりいい線いってたよ。めちゃめちゃ強いじゃないか。ちょっと危なかったぞ。でもまだまだだよ。もっと強くなりたいからまた修行を手伝ってね。もう十分強いのに、なんでそんなに強くなりたいんだい。パパに褒めてもらいたいから強くなりたいんだ。なるほど。もっともっと強くならなきゃ。だからまた修行の相手をしてね。よし、そういうことならこれからも修行の相手が欲しいときは言ってね。イエーイ。まあでもそれがな、5点はないもんな。パパおらんしな。かわいいなトランクス。トランクスくんもあの年でもうあんなに強いんだな。次はカメハウスか。まずはクリリンさんのところだな。カメハウスにいるといいけど。全然います。おお、悟空も本当かよ。何やったっけ。悟空とはまた久しぶりだの。何やったっけな。ブーじゃない。天下一武道会か。俺も出ようかな。名前何やった。でも悟空やご飯やベジータが出るんじゃ絶対優勝できないしな。出場するべきですよ。5位まで賞金がもらえるらしいですよ。18号さん、どれぐらいの賞金が出るんだ。優勝が1000万ゼニーで、2位が500万、3位300万、4位200万、5位で100万ゼニーかな。出場しろクリリン、私も出る。そうだな。パパとママ、マーロン何か出るの。そうだよマーロン、頑張ってたくさんお金をもらってくるからね。わーい、はい、パパママ頑張ってね。一番しっかりしとる。よーし、パパ頑張っちゃおうかな。おい、ピッコロには教えんなよ。俺が5位までに入る可能性が少なくなるから。いや、そういうわけにはいきませんよ。ところでお前、なんでそんなおかしなダサい格好してんだ。何言ってんですか、かっこいいのに。クリリンさんもセンスが鈍りましたね。じゃあ帰んの早い。クリリンさんには止められたけど、この姿でピッコロさんにも教えないと。この姿で、ちょ神様の神殿に。いやねんけど、これでピッコロに絶対バカにされるやん。俺の道義はどうしたって絶対。ちょっと待って、なんか言ってるわ。誰や。18号か。どうしたん。ああ珍しいですね、18号さんがため息するなんて。どうかしたんですか。やれやれ、クリリンのやつがちょっとね。クリリンさん、一体どうしたんだろう。詳しく聞いた方がいいのかな。おお、なんかめっちゃもらえる。どうかしたんですかクリリンさん。あいつ近頃就職活動やってんだよ。平和になったからには働かないととか言ってさ。でもこれまで武術しかやってなかっただろ。なかなかいい職場が決まらなくてね、ちょっと参ってるみたいなのさ。大変なんですね就職って。落ち込んでいる姿を見てるとちょっとね、どうにか元気にならないかって。なんて優しい勘違いするんじゃないよ。マーロンが心配してるんだよ。私は別に近くで落ち込んでられると邪魔だだけさ、ね、とにかくあいつを励ましてやりたいんだよ。ご飯、何かいい方法は思い浮かばないかい。まったく、そんなことで悩んでんの。あれ、ブルマさん、久しぶりに遊びに来てみれば。ブッブ、かわいいじゃない18号ったな私ではなくマーロンが悩んでいるんだ。はいはい。でも羨ましいね、ミオね。ベジータは仕事なんて全然やろうとしないのよ。
そういえばお父さんも同じこと言われてたな、お母さんに。ま、そんな旦那を持つ私から言わせてみれば、男は甘いものさえ与えれば元気になる。うまいもの。そうよ。そう、ベジータの場合就職なんて考えてないけど、修行がうまくいかなくて機嫌が悪時が悪くなる時があんのよ。そういう時はうまいものをやっとけばすぐに機嫌が良くなるのよね。機嫌のいいベジータさんはちょっと想像できないな。とにかく単純なもんなのよ、男って。だけど私はそこまで料理に自信が。問題なし。私がパパーっと料理ロボ作ってあげるし、それに任せれば美味しい料理ができちゃうんだから。え？そうなのか。ただ、料理の素材はこだわらないとダメよ。一流の料理は素材からしかできないんだからね。まあ、今回はちょうどご飯くんもいるし、その辺も大丈夫ね。え？いいですか？そうよ。あれもでしょ、ご飯くんなら。頼むよ、ご飯。クリリンのためなんだ。わかりました。ああ。持ってない？どこまで？なんか持ってない、それ。川エビだけが。悪いね。悪いね。川エビどこ？待って、川エビなら？ちょちょちょ。東の大渓谷、南東の山脈の川。はいはい。東の大渓谷、あんたも幸せやな、クリリン。愛されとるわ。ど？東の大渓谷。ここやね。川。これか。ちょっと覗いていこうかな。今度あの辺りをドライブしてみようかな。あんた車の免許取ってんのか、ちゃんと。あいつと違って。大したことなさそうだな。セイレン鉄ってなんか行った気がすんねんけど、まあいっか。あ、ここら辺やね。ちょっと覗いていこうかな。待って、なんかいっぱいあるぞ。これは特別美味しそうだな。あ、いいもの見つけちゃった。やったー、人参いっぱい。良質な人参。普通に欲しいわ、それ。これは特別美味しそうだな。泥棒やんけ。あんたは何や。天さんがどうじゃこうたらってか、また。連絡に来たが、天津飯は不在。チャオズに話しておくべきか。しかし、どことなくチャオズで元気がない。どないしたん？どうしたんや、あんたは。え、はい、今度、天下一武道会があって、お父さんも帰ってくるそうなので伝えに来ました。わかった。ところで、天津飯さんはちょっと、キーも見つからなくて。今、一人で仕事中、多分、迷走し、気を消しとか見つからない。なるほど。お二人が別々にいるのって珍しいから、少し驚きましたよ。あれ？どうしたんですか？ここ、本当に天さんに必要か。天さんはどんどん強くなる。僕ついていけない。天さん、一人の方が修行になるかも。そんなことは。いやー。さあ、どうした？まだ鹿が畑を荒らしてて、鹿が増えすぎてるみたいなんだ。それでまた駆除してもらえねえかと。もちろん俺はするから頼むよ。わかった。おんとかい、助かるよ。僕も手伝いますよ。うん、よいしょ。すまんな。数を減らしてくれるだけで構わねえから。お前は村の南側を頼む。他の場所は僕が見てくる。はいはい。テンさん、どこ行ったよ。なんで死か。まあ、いっか。助けてやろう。どこや、死か。
かおるか。あ、おるわ。任せい。はい。はい。はい。もう逃がさねえぞ、この子の野郎。まあ。どうじゃ。うるさい、まあ、鹿で忙しい。おら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 。逃がさへんぞ、お前ら。よいしょ。どこだどこだ、鹿おった。いい。うる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 。どこじゃどこじゃ。おったおったおったね。うわい。大したことなさそう。で、よし。鹿の駆除って結構大変なんだな。やったぞ。よ。あいよ。駆除をしてきました。こっちもあったところ。すまんな。使ってよ。少ないけど俺だよ。ありがとう。また頼むよ。いつも助かってんだ。いつもチャオズさんに。うわ、そうなんだ。すごい超能力で害虫駆除とか農作業とか手伝ってもらってるんだよ。大したことはし、大したことして。ちょっと助けて俺もらったんだけ。いやいや、あんたにとっちゃそうかもしれんが、こっちとしては大助かりなんだよ。あ、その通りだ。大したことないなどと言うな。チーさん、ありがとう。すまんな。いつもお前がそうやって生活費を稼いでくれてるおかげで、俺は違うに全然。おい、稼げや、お前自分で稼げや。おい、いい大人がよ、こんなによくわからん物体に何を稼がせてる。僕役立っているのか。あ、当たり前だ。お前がいなくても何も始まらん。それに今届かないからと言って目標を諦めるのも、は、早計だろ。俺だってサイヤ人に比べれば力が足りん。だが修行をやめてはいないだろ。ふん。今力が足らんと言うなら一緒に鍛えていこうじゃないか。一緒に？そうだ、一緒にだ。わかった。お手ちゃんと頑張れ。ありがとう。いいよ。いえ、チャオズさんが元気になってよかったです。うん、もうかっこいいからも頑張る。ご飯、お前に負けないくらいに頑張る。はい。僕も負けません。一緒に強くなりましょう。はい、おめでとう。とりあえず天津飯に言うとけ。おめえも生活費稼げや、こらって。いい年こいて。まあ。あ、いいもの見つけた。あんたやろ。チャオズさんも嬉しそうで。チャオズじゃないよ。多分こっちの方が問題ありよ、これ。まあいいや。どこやったっけ。大渓谷の川って言ったな。川。よっ。よっ。潜ってみる。パワー。お、この辺いそうやね。よぐいぐいエビ。ちょっと待って、これなんかさ、違う、ストーリーのさ、なんかどうすんねやったっけな。やった、こんなのなかなか手に入らないぞ。かわエビ、かわエビ来た、かわエビ来た。このストーリーのさ、これ表示変えんのどうすんねやったっけな。ヒントじゃなくて、カワエビよ、カワエビ。
小指小指。待てよ、ストーリーの、これや。あ、来た来た来た、オッケーオッケー。ほんで、仮面ハウスやんね。ほんで、仮面ハウスに誰かいるかな？そういえば全然拾ってないな。レベルも足りてないんか。お待たせー、お待たせしました。集めてきましたよ。オッケー、こっちも準備万端よ。飛行機の中にロボットを用意してあるわ。いよいよですね、ジワジコさん。どんな料理ができるか楽しみだな。あ、あ、あれ？どうしたんですか？これがさっきからこんな感じなのよね。とにかくロボに入れて、じゃあちょっとごちそう作っちゃいましょう。はい。そうですね。これでクリリンさんも元気になりますよ。ちょっと待ってくれ。え？どうしたのよ？ねえ。この調味料を混ぜといてくれないか。クリリンのやつが好きな味なんだ。あら、愛情の味付けってやつ？18号ったらさすがにあいつのこと分かってんじゃない。え、うん、えー、どういうことです？普通の味付けとは何が違うんですか？はぁ、ごはんくん、あんたってあんたのお父さんよりはその辺分かる男だと思ってたけど、ま、そういうとこやっぱりサイヤ人ね。えまあいいわ、せっかくいい素材も揃ってるんだし、さっさと、さっさとじゃない、きっと美味しい料理ができるわよ。おめでとう。で、あんたらさ、愛情ご飯はいいねんけどさ、あんたらロボットに入れるだけやろそれ。どれも俺の好みの味になってて、むちゃくちゃうまいよ。ありがとう18号、すっげえやる気出てきた。そうかい。やる気が出てきた、たたかたたかた、やる気が出たんなら、さっさと就職先を見つけることだね。あ、頑張れよ。それにしてもうまいな。うん。さーて、皆さんに、質問、クエスチョン、クイズです。クリリンは、一体何の職に就くでしょうか？1、学校の先生。2、警察官。3、消防士。4、パティシエ。はい、さあコメントコメント、みんなコメントして。みんなも頑張ってるんだな。さあ何に就くでしょうクリリン。で何オーバー。ピッコロさんや、ピッコロさん、ピッコロさんに、ピッコロさんこの格好で。ピッコロさんも出てくれるかな。でんではどうだろう。よし、着いたぞ。お、すっごいパワーだ。これはすごいぞ。力が湧いてくる。はい。ハリーに認められて神様の神殿にたどり着いた悟空だったが、そこで待っていたのは神様の従者ポポだった。神様に会いたければ自分に勝てというポポに、悟空は楽勝だと挑みかかるが、ポポは計り知れない強さで全く歯が立たない。神様はポポよりもさらに強いと聞かされた悟空は、自分よりはるかに強い者がいることに感動し、修行させてほしいと言うのであった。なるほど。いっちゃんはじめのやつやね。でんで、大きなってる。そうか。それは確かに面白そうだな。でしょ？よし、出てみるか。でんでは、どうする？いや、出ませんよ。なんででんで誘った？僕は戦闘タイプのナメク星人じゃありませんから。ところでご飯、そのおかしな格好は一体なんだ？やだな、ピッコロさんまで。これかっこいいと思いませんか？わからん。それじゃ僕そろそろ帰りますね。ああ、
それではまた。お父さんが一日だけでも帰ってきたらお母さん喜ぶだろうな。ゴトンは初めてお父さんを見ることになるのか。これ先祖出来上がってへんか。お、出来上がってるわ。お、やじろべじゃん。やじろべ久しぶりじゃん。あんたこないだあのビーストに出てた時すんごいヒゲ生えて汚くなっとったけど、ちゃんとヒゲ剃りしてね。いや、こんなとこで来たって何でもねえぞ。ゴミラさんが食べるんでしょう。先祖の素材ぐらいあんたが持って行きなさいや。どうせあんたたちが使うんでしょうよって。いや、ちょっと見てきたくない。お母さん、僕の出場を許してくれるかな。どうせ出るなら優勝したいしな。ちょっとでもさ、そのためには学校休んでみっちり修行しないと。もうちょいで強くなりそうなんやけどね。悟空さ帰ってくるよ、父。悟空さが天下一武道会のためにあの世から帰ってくるって。そうやで。そったらビッグニュース、なしてもっと早く言わねえんだよ。よかったな、ゴテン。弟と一日だけ会えるってよ。ん、参っただな。俺だけ年食っちまってよ。あの世じゃ年食わねえんだろ。あのお母さん、僕も出ちゃダメかな。天下一武道会か。優勝すると1000万銭もらえるんだけど、2位でも500万。1000万銭出場しろ、ごはんちゃん。おめえと悟空里で賞金1500万銭ももらえるんだべ。いやまだ勝てると決まったわけじゃ。いや、必ずどっちかが優勝はするだよ。いやー、天の恵みだべ。夫の財産も残り少なくなってどうしようと思ってたところだよ。ゴテン、明日からの修行、兄ちゃんを手伝ってくれるか。うん。かわいい。あんな背もたれ使わへんちっちゃい子おる。待たせたな、ゴテン。まずは首手から始めようか。とりあえずスーパーサイヤ人になっていくかな。よっ。あんたもなれるんやったかな。ピッコロにもお修行してもらったとか。よし来い。兄ちゃんだけずるい。僕もなっていい。なれるよね、確か。え、スーパーサイヤ人にか。そいつは御殿にはまだちょっと無理かな。御殿、お前、それ、いつ頃から。ちょっと待って。ご飯ってスーパー戦士になったんや。あれ、4歳か5歳か、そんなんやっけ。ちょっと待って。ちゃわ、10歳 ?9 歳ちょっと待って。そうやん。やっぱりあれ10歳よ。ご飯がスーパー戦士になったのって、悟空と、あの、戦士の時の部屋でさ、修行してなったよ。ゴテンは何も修行してなくて、これ7歳らしいねんけど、7歳でなったらしい。信じられない。でも修行の相手としては最高だな。よし、始めるか。はい。じゃあまあスーパー戦士になっとってくれる方が助かるわ。普通に戦える。ここまではな、よかったんけどな。さあ、怒らせたでー。ごめんよ、ゴテン。ごめんよ。ゴテン、すごい格闘技の才能があるぞ。兄ちゃんびっくりした。
すごいよ、すごいよ。おい、なかなかやるな、御殿。まだまだ。うえ、ナイス。はい、おお、いい、いいセンスしている。はい、はい、はい、はい。トランクス君は僕よりもっと強いんだよ。対決ごっこで遊んでるとね。ああ、なるほどね。トランクスってやっとったのか。ふかしてたらお前たちに追い抜かれちゃうな。やばい、あぶねー。はいー、はいー、はいー、はいー。よーし、おー、急に。はい、はい、はい、はい。おー、強い。はい、よし、これくらいにしておこう、御殿。うん、わかった。素晴らしい。御殿がめっちゃ強くなってる。お、60だったわ。御殿がスーパーサイヤ人になれたのは嬉しい誤算だった。おかげでいい修行になって助かったよ。かわいい。そういえば、もしかしてトランクス君もスーパーサイヤ人になれるのか。うん、そうだよ。に、兄ちゃん苦労したんだけどな。ま、まあいっか。今日はここまでにして帰ろう。うん。なんかさ、悟空とさ、御殿とご飯と全員同じ声やんか。やのになんでご飯だけちょっと違う雰囲気なんやろ。本当にデートに誘いに来たわけじゃねえべか。違うって言ってるでしょ。あ、よ、いや、え、よくここが分かったね。名簿を見れば簡単よ。それより空を飛ぶの教えてくれる約束でしょ。ああ、そうやった。あ、あ、もちろん教えるよ。ふーん、おめえお礼だとか言ってご飯ちゃんにエッチなことすんじゃねえだぞ。そんなことするわけないでしょ。いいだ。飛べたん。え、やったー。え、浮いた。ちょっと浮いてるよ。すごいじゃないか。なんで、たった一日で浮けるようになったなんて。そうかしら。さっき弟さんは自由自在に飛び回ってたけど、御殿はもともと木のコントロールがバッチリできてたんだ。そこまでできれば、あとはどうってことないさ。すぐに飛び回れるようになるよ。また明日も来るわ。え、木のことをもっと知りたいわ。それとも私がいたら迷惑。え、いや、そんなことはないけど。じゃあ明日ね。あ、そういえば、何よ。ピーテルさんの髪の毛だけど。確かに切ったっけ。もっと短くした方がいいと思うよ。え、ショートヘアの方がご飯くんの好み。え、いや好みとかじゃなくて、試合するんだったら短い方が有利だと思ってさ。あかん、それは言ったらいかん。うるさいわね、ほっといてよ。そんなこと私の勝手でしょ。姉ちゃん、
なんで怒ってたの？わからない。女の扱いはあかんねやな、サイヤ人は。クリリうまいことやってんのにな。さあ、昨日の続き始めましょう。やっぱりわからない。ビーデルさんってサイヤ人がちょっと相手って難しそうやね。なんかイライラしそう。一方その頃ベジータたちもカプセルコーポレーション内の重力室で天下一武道会に備えて特訓に精を出していた。無理をするなトランクス、部屋から出て行った方がいい。お前にこの150倍の重力はとても無理だ。すごいなベジータ。やっぱりこのままじゃ辛いや。スーパーサイヤ人になろうと。ここで知る？何？楽ちん楽ちん。あいつ、いつから？冗談じゃない。伝説の戦士と言われたスーパーサイヤ人にこうもあっさりと。トランクス。はい。孫悟飯の弟もなれるのか？スーパーサイヤ人に。はい。まるでスーパーサイヤ人のバーゲンセールだな。どうなってやがるんだ。まったく。おもろい。ベジータかわいいな。やっぱりビーデルさんはただものではなく、10日ほどでかなり自由自在に飛べるようになった。なんでなんやっけ。おかげで僕たちはやっと御殿と二人だけで本格的な修行に入ることができた。お父さんもやってくる。天下一武道会の日は近い。お、なんかあれやね。でも学校の話少なくない？もうちょっと学校の話あってもいいんけどね。あのご飯のね。天下一武道会も間近に迫り、それぞれの出場予定選手たちは修行の最後の仕上げに精を出していた。よし。そしていよいよ始まった。本当に久しぶりの天下一武道会が。あれ、なんかビビデバビデは。とうとう天下一武道会の日が来ちゃったな。気合い入れて優勝するぞ。武道会も楽しみだけど、お父さんと久しぶりに会えるのはもっと楽しみだな。なるほど。60になったし、あれから僕も大きくなったし、驚くだろうな。これいけんちゃうか。あ、65か。なるほど。これレベルアップまだじゃ。これでないもんね。どれか一個、あ、いけそうやね。これか。四季紅葉。よし、ほな行くか。そこなんや。じゃあ、あ、ここで、あの、あれあれ、お店行かないとか。お父さん、僕って気づかないかもな。髪を伸ばしたクリリンさんとかもね。
先にお店に行きたい。お、盛り上がってるみたいだな。舞踏会では僕ってバレないように気をつけなきゃ。どう、疑問。スーパーサイヤ人に変身するのももちろんなしだな。ベジータさんにも言っておかない。いらっしゃい。これとこれとこれと。毎度。んで、お店。ここか、ここやね。いろいろあるよ。いろいろあるよ。毎度。ご飯食べとく。いらっしゃいませ。それかさ、ありがとうございます。アイテムに入ってなかったっけ。あ、せや、メダルもしないと。で、アイテム、お料理名ではないんか、これ。お料理あるやん。でなくても、これはすごいぞ、力が湧いてくる。なくてもいいといえばなくてもいい。忘れ物はなかったっけ。はいはいはい、ロボ開発。何これ。ちょっと戻ろう。準備を。ちょっと戻ろう、ちょっと戻ろう。あれ、あれしよう。これは何。こんにちは。ああ、君は。え、急にどうしたんですか。いいところに来てくれた。頼みがあるんだが聞いてくれるかい。何。青春再び。はいはい。これじゃなくて、なんかクリリン、クリリンじゃない、え、ブルマのなんとかかんとかと亀仙人のうんちゃかこんちゃかみたいな選んでええんかな。心配になってきたけど。緑ある、緑じゃない、水色ある。あ、でも必須で選んでいいんか。ほんじゃええやん、行っちゃおう。本番も頑張らなくちゃ。うーわ、懐かしい。ちょっとみんな、これやばくない。行くか、そしたら。はい、大丈夫だ。さてと、みんなどこかな。もうみんな来てんのかな。あ、いたいた。うん、揃ってんじゃん。遅かったじゃないか。すみません。ところで、すごい人ですね。ほんとね。ああ、鬱陶しい。悟空は？ミスターサタンだ！ミスターサタンがついたらしいぞ！ミスターサタンか。地球を救ったヒーローのお出ましらしいぞ。あっはー！
全世界のサタンファンの諸君、お待たせ。誰も一言も喋らへん。すごい人気なのね。おお、ピッコロさんだ。ピッコロさん、お父さん見ませんでしたか？ああ、見ていない。しかしお前、そんな格好で出る気か、ご飯。どうしたんだべか、悟空さは。もう選手の控室に行ってるだべか。会いたいよな。へへ、ヨッホー。波乱の天下一武道会、魔導士バビディの暗躍。バビディ、ね。